フォルクスワーゲン XL1 はフォルクスワーゲンによって限定生産された二人乗りディーゼルプラグインハイブリッドカー。XL1 は路上での使用に適し実用的でありながら軽油1リットルで 100km を移動できるように設計された。このような経済性を達成するために軽量素材、流線型のボディ、経済性を考慮して設計。 調整されたエンジンとトランスミッションを用いて作られている。コンセプトカーは2009年に L1 として最初に改良され、2011年に XL1 として再び改良された。ドイツのオートビジアントラディションホーラムミュージアムにある1リットルコンセプトレプリカ。プロトタイプの VW1 リットルコンセプトカーが公開されたのは2002年4月である。 当時の取締役会会長であったフェルディナント・ピエヒがフォルクスワーゲンのレンジ株主総会の一環としてボルフスブルクとハンブルクの間でコンセプトカーをドライブした。2008年6月頃自動車雑誌はニキトーディーゼル電気ハイブリッドへの変更をレポートしていた。フォルクスワーゲンはこの車が限定生産であるとのみ予想しており、ある業界関係者によると 価格は2万ユーロ、3万ユーロであると予想されていた。フォルクスワーゲン L1、L1 という名前の2番目のフォルクスワーゲン1リットル車は2009年のフランクフルトモーターショーで初めて一般公開された。VWL1 の限定生産は2013年に開始される予定だったが、2011年の XL1 の発表により、これは可能性がないと考えられた。 ハイブリッド機構には1.6リットル TD エンジンを半分にしたものが使われた。800立方センチメートル2気筒コモンゲールターボディーゼルは10キロワットの電気モーターと組み合わされ、CO2 排出は39グラム、キロメートルである。エンジンは2つのモードで動作する。エコモードは20キロワット、スポーツモードが29キロワット。電気モーターは追加の加速を提供し、 短距離なら、モーター単独で走行可能。フォルクスワーゲンは、L1 が最高速度時速 158km を達成でき、0時速 100km 加速は14.3秒で、あると主張した。フォルクスワーゲン XL1、XL1 は、2011年、カタールモーターショーで発表された、VW1 リットルカーの3番目のバージョン。ディーゼルプラグインハイブリッドのプロトタイプは、 スーパーエフィシェントビヒクルと名付けられた。制御された最高速度は時速、時速1 5 8トル時速1 0 0トルまでの加速は11.9秒。フロンタルビューオブザ2013プロダクション XL、一リアビューオブザ2013プロダクション XL12012 年2月、フォルクスワーゲンは2013年から、限定シリーズの XL1 を製造することを確認。 プラグインディーゼル電気ハイブリッドの生産型は2013年ジュネーブモーターショーで発表された。ディーゼルのみを使用すると車は最大2.0リットル1 0 0トルである評論家は実際の路上ではエアコンをオンにしハイパーマイリングを試みずに2.3リットル1 0 0トルを確実に達成できることを発見した生産は2013年半ばまでに 開始され、250台に限定される。合計50台が2013年9月上旬までに製造され、残り200台の XL1 は2014年第二四半期に製造される予定。価格は11万1000ユーロ。XL1 はヨーロッパでのみ販売される。2014年6月にドイツで一般販売が始まった。フォルクスワーゲン XL1 は、 2014年2月に2014年、ワールドカーオブザイヤーの上位5位に選ばれた。ありがとうございます。